夜の砂漠は恐ろしいことに寒い寒い。あれ、はい、こんにちは、ブルーホースでございます。ということでやっていきましょうか。いきなり波乱の幕開けなんだよな。そして大人になった手で銀のグローブをハメハメしちゃうよ。あ、無理ですね。ちょっと待ってね。で、ヘビーブーツ履いたらもう秒で沈んでいくべ。よし、オッケー。痛い、カッキンカッキンカッキンの。あれ、ここ開かねえのか。なるほどね。はいよ。痛い、おめえら。図に乗ってんじゃねえ、この野郎。ハートよこせ、ハートキャッチ、プリキュー。おい、ちょ、よいしょ。で、今回なんですが、早速ですけれども、巨大邪神像の手前まで来たんですけれども、まあ、魂の神殿をね、入っていこうかなと思います。おお。ほい、樹脂。あ、痛い。オタク何くれるの？緑の薬売るっぴー、いらないっぴー。ピー、そうなら帰るっぴー。樹脂。オッケー。超絶、赤い薬売るっぴー、いらないっぴー。今回だって、この作品さ、赤い薬とさ、考えたらさ、普通に、妖精入れてた方が間違いなくいいもんねってことで、塞がってる。俺たち、私たち、アナルが塞がって、アナルが塞がってない。やばい、いっぱい、ちょっとむずくない？ちょっと待って、ちょっと超絶むずかった。その前に、ちょっと待ってね。ほい。で、逆にしとこう。ペレペピン。じゃじゃーん。これ、乗るのむずいな。いけるかな？あ、これ、あれかな？もしかしたら、あれよ、バック転した方がいいか？ほい。あ、いけた。ドゥルル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 。おー、やった、これで、よし。ちなみにムジラの仮面では16個ハートがないと全部、あ、16個のハートを獲得してないと全部のね、あのハートのかけらを手に入れることができないという鬼仕様だからね。どんなこと言って、おめえもだ。おら、爆発陳列物さ、どんなハート、いて、結局食らってんだよね。どうだれ、さあ、魂の神殿。魂を吸うんじゃないよ。ニューヨーク行った人の話ですね。はい。ということで、テルテルテルテテン。おお。いきなりこっち。こいつぶちのめさなきゃいけない。あ、ちょっと待って。なんかある。ああ。テルテルテルテテン。これどっちも開いた？どっちっちも空いてるっちっち。どっちっち。え？あれ、いきなりこんな。あれだったっけ？まあいいや。ふっと、てるてるてる。違う。痛い。ドンツキーの。てるてるてる。カメラが急にバイオハザード臭になってんだよな。ちょっと待って。んで、これを。もうね、もうおっさんだからさ、どの曲がどのあれだったっけっていうのは C ボタンじゃないから、しかも余計に覚えづらいっていうかさ、どこカメラ映してんのよ。シャキシャキシャキ、むちゃくちゃなのよ。あーぶね、行って、ちょっと待ってね。で、こっち行きます。あの、ちょっと待って。おー、なんか動いてんな。ほい。ほい、オッケー。ピーパーポ。ちょっと待ってね。よいしょ。あっちのなんのって、もう季節が季節ですからね。ほい。で、てるてるてー。ちょっと待って、あ、こいつはどうやって取るんだ。
あ、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを、わちゃ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 、アイテム買えんかい、タコ。よし、誰がタコや、イカや。あちゃちゃ、やばいやばいやばい。あ、ほう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 。よけよけよけ。発想の転換、浮いたもの勝ち。出る杭打たれる、浮いたものはやられる。そして私は男の子。オープンササミー。どうした、お前いつの間にいたんだ。持っていたと。おお、お前、お前酢に飲んじゃねえよ、こんな。びっくりした。ほうのお前、盾返せ盾返せ。あ、もう盾使わなくなるんだけどさ。ほう、びっくりした、焦った。ほんと心臓が止まったわ。心臓止まらないけどさ、止まったら今喋ってるの俺誰なんだよってなるからね。おー、焦った今。おー、ごめんね、急に叫んじゃって。そして今岩が浮いてたよ、気のせい。コロンと痛い痛いっつって。なんだよ、駆け抜けようと思ったら急にバッコンベッコンだよ。バッコンバッコンのドッピュードッピューだよ、ほんとに。まあ、こっちから言っておそらく正解だではないのかな、別に。じゃあま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 あ、いやいや、お邪魔しまーす。ほう、ほい。あ、ちょ待って、ちょこんなんいたっけ。はい、お疲れ様でございます。で、これ多分降りたらあれだよね。なんだっけ、なんでやねん。多分降りたらあいつが出てくんだよ、ホワイトウルフォス。ん、ホワイトウルフォスだったっけ。そんなあったっけ。やばい、魂の神殿全然覚えてないな。闇の神殿よりはやった記憶があるんだけどな。オープンセサミー。白タイツがちょっとエロい。でれ、いきなりコンパスか。ダンジョンマップがないときついよね、これね。あれ出てこないんかい。あれ、ダンジョンマップはじゃあ、あれ、もしかしてあれから子供リンク時代に手に入れとかなきゃいけなかった説ある。まあいいや、入ります。おーい、うい、もう食われてたまるか、もう食われてたまるか。お前買った、カッチカチやん、どうなってんの。え、カチカチの状態、あれ勃起してるからダメですみたいな。 EA とある人飲んで勃起ドリンク。これ普通登って大丈夫。あ、いないね。あれ、ああそうだ、いないね。スタルチュラだっけ、スタルチュラじゃねえや、なんだっけ。うん、まあ、スタルウォールか、なんかシャコ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 してるやついたよね。これリッスン、あー、なんかいるね、なんかいるね、今なんか、あの、声さえ出さなかったら一生バレなくて済んだのによ。いるね。おい、フロアマスター、よいしょ。いやー、おい、でやーでやーでやー。あ、そういうことか。あー、やばい、めんどくせー。しゅ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 、あ、ちょ、めんどくせ、めんどくせ、めんどくせ。あらおらおらおら、でかくなんじゃないよ、でかくなんじゃねえよ、でかくなってんじゃねえよ、おら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 。よし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 。違う、壊れる。わ、食われたくない、食われたくない。オッケー、あ、これでもいけんだね。よしオッケー。ただこれすげえめんどくせえことにさ、これ逆できないんだよね。できないんだよね。あたり1個しかないの分かってんのに、なんでこれわざわざ1個1個燃やしていかなきゃいけないんだっていう話よね。で、これしかも2つ目は確かさ、上からさ、なんか降ってくんだよ。あ、降ってこない。3つ目？しかもこれなんか1個さ、確かさ、間違えると、宝箱開けたらなんかあのカッチカチに凍らされるんじゃなかったっけ。ねえ、おお、敵かよ、敵かよ。おいなんかびっくり要素多いな、お前。で、あの、闇の神殿よりも闇要素が深いぞ、ここ。さすがラストの神殿だな。これは降りれる、降りちゃダメですね、降りちゃダメですね。じゃあちょ急にコントローラーが動かなくなる。完全にあの直進進行の
そうなんだな、あのおっぱい、あのおっぱいをね、やっぱ見据えてね。どうする、嫁候補あいつにしてみる。これでもあっち、こっち、ど、あそこに多分宝箱が出てくるの間違いないんだけど、これ行って戻っ、あー今無理か。じゃあどちらにせよ行かなきゃいけないね。ほい、無理ー。おっ、ちょ、痛い。おめえらは、あ、飛んでこないんだな、優しいな。優しくない、何も出しやがらねえ、畜生。よし、じゃあ、ちょっと待ってね。このアイテムチェンジがね、肝ですからね。チン、そいやー、そいや、ふにゅ、ギリギリ浮いてくれな。これがダンジョンマップかな。トゥルトゥルノーダジョペテテテテテペテテ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 違う、もう何してんの、もう変えてよ。あれ、てかさ、あれ、ボム中って30個しかなかったっけ、なんか50個マックス取ってた。もうあれだな、記憶の改ざんだな。記憶の改ざん甚だしいな。ほべぶ、もうちょっと飛べたら嬉しいんだけどね。ということで、ふわ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 、あ、ちょちょっと待ってね、これだ。チュルチュチュチュン、ピーピープ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 ー、はなげのびのび、ピーピーピーパープ。あ、おお、逆サイドか、まさかの逆サイドやったな。逆サイドギャラ、ん、あー、なんかあそこあそこあそこでシャコシャコしてんなっていうのがあったよね、そういえばね。ピコピコポコポコン、ポコペイペイペイってことで、こっちを登っていって、ポッカン、ギリ無理か。え、なんか飛んできた、そしてハートがゲットした。何が起こった。あ、無理だな、もうちょっと、おお、すげえギリ。あ、でもこっちも登っていって、ごめんね、お姉さん、腕が正解だ、正解体だったらごめんね。よいしょ、いけたいけた、ほい、ちょちょるちょちょ、多分あれなんだろうな、これカカシを出してあげるんだろうな。カカシ畑、カカシ、あっち、よし、じゃあ登っていって、今のところサクサクな気がして、なくもなくもなく。あれ、でもさ、あっちにさ、なんかスイッチあんじゃん、これ、これ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 、あれあれ、ああ、おお、おお、宝箱、こいつの中出てきてた、ほい、もういらないかな、靴。いや、思わず出てしまったよ、ため息が。オープン、リアッチー。え、まあ、あの、下が開いたのね。え、どっちから行くのが正解なんだろう。まあまあ、でもとりあえず先に開けれそうなところから行きますか。また登ってくるのめんどくさいし、降りろが楽だからな。ウィー、ドゥアー、ちょいっと待って、ちょっと待って、冬、逃げ。オッケー、あー、違う、こいつだな。だが大人になった私は強いんです。子供の頃のままの私と思うなよ、秒殺、秒殺。おお、なんか急に現れたな、秒殺。めっちゃ金くれんじゃん、あいつ。へえ、あ、これ叩くしてなかった。え、あ、そういうこと。あ、で、多分あいつも、いやいやいや、思いっきり目と目が合う瞬間、殺意を覚えて、ピュイッと、ディッ、チュン、ポケ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 、オッケー。よしよしよし。あ、なんか文字、象形文字とかないのかな。たーたーたー。おお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 
痛い、ハートが増えてくるとね、戦い方が荒くなってくるのよ。おめえは敵、敵です。ティッティッ、ガンガンガン。やばい、食らうのかよ。ちょっと待って、え、全部敵じゃん。そういうこと。オッケーオッケーオッケー、今のうちよし、行くか。あ、そっか、そういえばあれだな、前回あれだな、なんか卑怯にも今回の彼女こいつでいいんじゃないか。この光沢輝く、全身が金ピカに輝いてるってさ、これだけの装備を身につけるってさ、もううん千万とかかって、もしかして億単位でお金かかってるやつかもしんないよ。そんなやつ彼女にしない手なんかないよね。ということでパックします。ちょ、怒ってる。おいで。こいつの鎧がはげてさ、おっぱいポロリしてからの方がいいかもしれない。シャインシャインティー、ハートありがとう。ふいよいやってぃ、ふいふいシュイン。こいつも可愛く見えるよね、なんかね。カキンカキン。よくよく考えたら、なんかあのオランダ人が履いてそうなあの靴履いてんだもんな。あの先っちょがすごいごっついてるから、ふい。もう近づくのやだ、怖いこいつ。え、ちなみにね、すごい怖いことします。あ、ちょっと待って、あー、なんだ、怖いことする前に死んじゃったじゃねえかよ。まあいいや、よし、チュルチュチュン、あちょー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 。まあ私、子供リンクのリーチであそこまで行こうと思ったらなかなか怖いの。落ちてくるんかい。親方、空から降ってきたぞって、宝箱だ、やった、あげてみよう。ほんときのミラーシールドは超かっこよかったよね。ほら見て、超キラッキラ。なんであんな風になっちまったんだろうな。何の作品とは言わないけどさ、でっかい。ちなみにこれあっち側行けんだよね、頑張ればね。まあ、行って戻ってくるのめんどくさいから行かないけどさ。ということで、早速戻って行って、さらにサクサクと前へと進んでいきまいたいでしょ。ちょー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 。音楽はやっぱなんかね、一番これが好きだな。よいしょっと、届いた届いた、にっこりって。やっぱり俺光り輝くのが好きなんです、ニコニコーつって。これ何、開けてびっくりたわし箱。よし、ちっちゃい鍵。超サクってない？いけてる感じがする。あんまりなんかね、困ったちゃんにはなってないよね。開けてびっくり、何が出てくる。わあ、びっくり。ちょっと待ってね。こいつかな。やめて、やめて。ほい、直接ぶつけたらゲッチュー。あ、ちょっとぶつか、はい、あ、ちょっと待った、おありがとう、最終成功で、あいつが戻ってんだ。よいしょ、ちょっと何も出さない。呪音呪音茶屋子、あいてー、うそー、あ、食らわねえのかよ。戻っておいで。あ、でもこっちでいいのか。あのさ、下開けたじゃん。下開けたけどいいのかな、これ。下開けたけど。呪音。OK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 。下から覗くリンク。もう下半身がスケスケでございます。いろんな意味で。あ、おいしい。あー、これまずい気がする。あ、よかったよかったよかった。ちょそれは食らわねえのね。それは食らわないのね。オッケー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 。
ちょっと待ってね。まさか、ここでまさか、結末とは思わなかった。アイアンナックとかさ、なんかさ、その他のギミックとかで、まあ、これもある意味ギミックなのかもしんないけどさ。オッケー。で、こっち行っといて、そうなんだよ、ね。ここまで来ると、どこまで登ってってるのかっていうのは、いまいち見にくいんだよな。よし。3、2、1、ファイアー！ちょっと、もう一個、そう。オッケー、よし。で、上に行くとさらに、お二方が待ち受けているのところをスルスルスル。ここまで来てよかったっけ？あれ、なんかまだ早い気がするんだけど、気のせいかな？なんとなくここを遊んだ記憶あるんだな。うん。わあ、素敵な方々がたくさんいらっしゃる。オラマグマックなんかに負けるかよ。こっちは水タイプだぞ。オラ本当に。よいしょ。で、どっかの扉の裏じゃなかったっけ？壊してたらなんか言ったんだろう。はい、マクシしていただきましょう。ああ、ここで一発で食らわねえのか。あれ、どっちの裏じゃなかった。え、ああ、あったやたらめったらもうボコボコにしばき上げていってきろ。ああ、そういうことね。違う、これ時間制限とかない？大丈夫かな。Change the world。 OK。 ペケペコポ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 おお！初見殺し？そういうことね。ああ、ここか。あ、で、これをクキーンってやると、オッケー。あれ、じゃあもう、俺の記憶なく、もう間もなく。おお、びっくりした！あれ？表ゼルダも出てきたけど、俺裏ゼルダだけだと思ってた。よいしょ。もうおめえなんか画面に入れてやんないよ。なんか回ってるわ。いつ何？白バブル停止した時を狙ってんの？停止した？させて。白バブルなんていたんだね。もう青と緑しか死んない。青と赤か。白バブルってあれでしょ？単に何者にもなれなかったバブルなんじゃないか？で、ちょっと待ってね。よいしょ。で、こいつもあれでしょ、人畜無害でしょ、こっちに向かってくるわけでもないしね。 OK。 ふぅー、はい、画面に入れてやったんだから、はい、痛い、はい、よかったね。なんでここで、このめっちゃ銅像あれやな、ゴリッゴリに食らっとったな。まあいいでしょう。おしまいと。ほい。え？なんか上を通り抜けてったけど。はい、おいで。ああ、なんか適当にやったらいけた。降ります。さあ、そこの女、化けの皮を剥がしてやろうか。じわ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 あれでもこれさ、一回降りちゃったらさ、もう一回戻ってこなきゃいけないとかってそういうオチだよね、多分ね。まあいいか。でもこっち行ってねえんだよ。こっちがクリアするあれなのかと分かってなかった。ああ、これあれか、入り口に戻ってくるやつか、もしかして。あ、じゃあ別に行かなくてもよかったな、全然ね。もう覚えてねえや。というか待って、20分くらいで行けた。じゃあもう一気に行くか。おい、なるほどね。じゃあここでボスに行くのが怖いよ、ママ助けて、ちびっちゃうよって漏らしちゃったよってブツの方っていう子が、ここから戻ってこう物資求めに行くんだったら別にね、そんなことしなくてもいいんじゃね、なかっぺって思うけど。ちょっと待ってね。
あ、違う違う、間違えた。こっちか。ほい。ほいほい。レンダチョ。はい。特にこっから先何かを行くってあれではないので、はい、いつものセットにして戻ります。さあ行こうか、飛び切りの絶世の美女とご対面する前に戻ってかなきゃいけないんだよ。あ、めんどくさ。テンションの差が、まあまあそんなもんだよね。まあ美女に会うときはさ、みんなさ、テンション爆上がりだけどさ、そこにたどり着くまでの過程ってのがめんどくさかったりしますよね。とあれ、ちょっと待って、あ、そっか、ってことはまたあれか。わ、クソ、めんどくせー。ちょっと待って、いやだよねだよね。わあ、降りなきゃよかった。またここ登んなきゃなんねえのかよ。痛い。あ、ちょっと待って、え、一生燃やされる。頑張れ。じわじわ来てる。あ、しかもこいつぶちのめすの忘れてた。やめてこないで、刺さってる。ちょっと待って、すげえめんどくせえな。ちょっと、いや、もうここまで来たら、ここまで来たらさすがにもう、オッケー。ここまで来たらもうさすがにあれよ、あのちゃんとあの、わ、1パートに全部収めるよ。最後まで見てってね。あの、もうここの過程とかがもうなんか見るのダリーわーっていう方は別にあの全然あの飛ばしていただいてもいいし、うん、僕あのリアルドキュメンタリー番組をあのお届けしていると思っておりますので、あの全部見せるよ。視聴者のこと何も考えてないっていうね、ただの編集点を作るのが下手くそでめんどくさがってるっていうだけ。さあ行こう。オッケー。もう一個。ジュアン、よし、オッケー。さあ行きましょう。真ん中を突破。いいね。突破印刷。左に曲がってく。こういうのってやっぱ建築士みたいな人たちが関わってるのかな。ああ、痛い。あいっち。ほい。オッケー。じわ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 、シャキン、来た。こいつらさすがにな、ちょっと嫁候補にはできないよね。あ、誰か来たようですよ、小梅さん。そのようですね、ふとけさん。我らの神殿侵入すると恐れを知らぬ不届き者よの。旧社の人の強度にファイツをついておりましょうかね。ヒーヒーヒー。我らの忠実なるしもべよ。これかっこいいんだよな、このシーンな。我らに代わり侵入者を殺す。ちょっと滑舌が悪いお年頃になっております。シャキン、いいよ、そのボクサースタイルでも。これちょっとかっこよくない？これだったんだ。うおーってガキンガキン。ちょっとね、やっぱ色がね。え、でこれがね、はい、普通、何かおかしい、普通の敵じゃないみたい。そうなんですよね。ほい、これがやりたかった。ほい、シュイシュイ。はい、おいで。おいで。ちょっとね、あのね、あなたもあれなんですよ。よいしょ。おいで。そのなんかあのよくわかんない、そのよくわかんないブーツを履いたままおいで。ほい、よいしょ。ほい、横振りしかできないの？あ、縦振りは？声が一緒なんだよね。なんかやっぱあのこの中身の人の声でやってほしかったよね。シーンシーンとかさ、ウッフウッフとかさ、ギャーって聞くよ。これは聞かないんだ。やっぱ鎧刺さなきゃいけない。あ、やってくれた。あ、ちょ。ほい、よいしょ。ほいよ。ポロンポロン。ゴンゴン。あ、やっぱ結構重たい音すんだな。改めてやってみるとさ、お前は、いや無表情かよ。もっと誰、え、お前かってならないんか、リンク。いつもみたいにさ、対話言って、うってさ、発射する方の声なんだけど。お
やおや、正気に戻ってしまったようですよ、コウメさん。いかがコウメ様とはいえ、こいつをしちゃう者もいますからね、小竹さん。もう少しガノンドルフ様の役に立ってもらいましょう。では、もう一度洗脳し直してあげましょうかね。ガノンドルフの役に立つようにしようと思った結果、こいつらガノンドルフを倒すやつの一人に育て上げてしまいましたからね。ということで、ウバ失格ですよ。ガノンドルフ様、ガノンドルフの お父上とおママ上は一体誰なんだろうね。まあいいや、そんなことクソどうでもいいよ。で、さあ登っていきましょう。ジュンジュク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 。登った瞬間にさあ出てくるかな。まあからさまにボスで高見さん、バカな子だね。自分からガノンドロス様に捧げる生贄になりに来るなんて。私の炎で炎に焼きやる。最近流行りの食毛かな。私の霊気魂まで凍るがいい。ちょっジュルルージュルルージュルルー。まあ最近ウィッグっちゅうのが流行ってるからね。手お手で繋いでる創世魔導士トゥインローバ。まあつまりは双子のババアってことですね。ちょっと待って。はい、ガロンドルフの育ての親、氷の魔導士、氷に弱いのか。なんで双子で弱点を補うどころかさ、なんかさ、弱点を続き合うみたいなさ、炎の魔導士。さあ、どっちから来る？はよ、はよ、出さんかい。よいしょ。いった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 。違う。違うんだよ。外してよ。もうナビこういう時に役に立たねえんだよな。はい、おいでどっちいずれにせよお前ら二人とも燃やしてあげるんだからさ、こっちの方だね。つねよいしょ。ってむずいぞ。あ、ちょ外した外さないとダメなんだって。外せっちゅうの食らうんかい。なんかカチカチ。ちょっと外せっちゅうの。ひえ、ちょっと待って、むずいぞ。あれ、こんな苦労するボスじゃなかったはずなのに。ひえ、萌え。ちょ、萌え、どこ行くん。萌えちゃん。あ、いた。はいはい、萌えちゃん。あっちっちのちーって。もう早く、今から嫁出さなきゃいけないんだからさ、今回のさ。このチャプター、サムネになる嫁出せてないんだぜ、私は。ちょ、ひえ、あっちの。ひえ、いや、おかしい。ちょっと待って、今5秒前の俺に戻ろう。ひえ、あっちいのっておかしいだろ。もえ、あっちいのならわかるけどさ。あ、またまあ、ナビ、今お前仕事しなくていい、大丈夫、安心して。今お前は休憩ターン。もえっちゅうねん。ほい、あ、ひえ、あ、来た。ひえ、ひえさんみーの、さみ。おんちょ、むずいな、これ。あれ、こんな難かったっけか。はい、萌え。こいつら本当に殺す気あんのか。もっと、なんかあれなんだろうな、多分年だからさ、全然燃やすのも冷やすのも長続きしないんだろうな。そっちか。来ねえしな。よいしょ、どこ行った、ひえ。こんなに優しいボスがいるかね。こんなうにゅうにやってるのにさ、もう二人同時にさ、手が構えられない位置にさ行ってしまえばいいだけの話なのさ。あっちの。おめえパチクリー。まだか。そりゃそうだよな。まだ3発しか出ないの。多分トータルで5発くらい当てなきゃいけないんじゃないか。そんな気がする。ね、やっぱりウバーだけあるよね。やっぱりこうなんかなんていうか、こう男の子を育てるとか、そういうのがさ。あっちゃぶりってパチ。その野郎切ってやる。ボッコボコに切ってやる。で、どこ行った？どっちが何する？おばばの奉仕。
くる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 回ってねえで、どうしたどうした、急に急に急にボケ始めたか。まあもう仕方ないなってな、もうこいつらの年齢が明らかになるけど、ああもう無理なんで、はっ、いい風へこう、あの今2対1なんだよね、2対1で燃えてんだよ。どこ行った、どこ行った、いねえな、いねえな、ちょっと待って、ちょっとあれ、ちょっと待って、こんなにグダるボス戦あるか、おい、いて、いる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 、ちょ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 、ひいえ、ちょっと本当にむずいな、やっぱプロコンむずいな、64みたいにもうちょっとカクカクみたいになってくれてたんだけどな、やっぱあのスペックが上がるとどうしてもさ、あのスムーズになりすぎてこうとどめたいところに行かないっていう、そういうオチがあるんだろうな。よっしゃ、オッケー、4発目、さあどうなる、まだまだ続く、あまだ続くね、やっぱ5発だなと思ったけど、体力、さあ本気でいくよ、ごちゃくしゅん、オッケー、コムさん、それだけコメ、セクシーダーナマツドン、来たー嫁、こんなに美人になるんだったら燃やさなきゃよかった、冷やさなきゃよかったってね、多分そう思ってるよね。声までエロくなってんだよな、ツインローバーガッて魔法攻撃逆利用して、よいしょ、ずっとこのままでいいのかな、チュインチュインチュイン、これも時の運だからな、これもな、うん、オッケー、オッケー、ティ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 、もう目がね、いっちゃってんだよね、もうメスの顔してんのね、何百歳のババアちゃんがさ、チュッパキーン、さあどうなる、さあどうなる、さあどっちに行く、さあどっちに行く、さあおいで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 、チュッ、いいわその声、さあどこ行った、あ、こっちに、よいよいよいよ、あ、優しい、ゲイ、その頭に言って何が、あの、あれだね、食らってる瞬間さ、あのさ、なんか右と左がボンバ兵みたいになってるけどさ、食らってダメージ食らってるタイミングはあれなんだね、なんか服というかターバンの中にあのナイナイされてるですよね、そう来ると思った、うわさすがですね、でもすぐに戻る、さあどちら、オッケー、よし、これあれなんだよね、逆の魔法をやっちゃうと食らっちゃうんですよ、豆知識、みんな知ってる豆知識、じゃあもう豆、そうなんだよ、みんなが知ってるっていうことはもう豆なんだよね、知識って、ありがとう、よし、オッケーオッケーオッケー、オッケー、さあ終わりです、ぐるん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 、魂になってんだよな、魂の神殿だけに、いやー結局40分くらいになっちまったな、きっと大変だった、ボス戦やっぱラスボスってだけ、ラじゃあ、ちょっきゅー、今度こそ本気でいくぞいな、ポチャケさん、おやな、なあコウメさん、その頭の上のものはなんじゃ、おい、そういうあんたの運にはあるぞ、こちゃけさん、私はまだ400年しか生きてないんだよ、私なんて380年だよ、あんたがねなら20年もしゃべるもんじゃないよ、あんたこそバカってんじゃないの、誰がバカてるって、それが私の言うこと、双子に姉も妹もあるかい、キー、この白鳥もな、なんでこのオーシャンス、白鳥もな、おいー、開けて出てやる、もっと金さん銀さんみたいに仲良くしなさいよ、よし、キーハート16キャッチプリキュアッド、ドゥル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 、不安不安不安、みんなありがとう、付き合いしてくれて、本当にたまにはどうしても長くなるパートって出てくるよね。ふわん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 。むにゃ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 。まあなんか強引に入れてきたナボール様って感じがするよね、ここね。まあ本来嫁なんだけど、まあ前回パートで嫁にしてっからね。はい。どうや、まずはお礼を言わせてもらうよ。斜め前のあのチビスキがもう一発の剣士じゃないか。
それにしてもこの値としたことがとんだドジ踏んじまったよ。あのばあさんたちに洗脳されていいようにガノンドルフに利用されちまうなんてね。だけど面白いじゃないか、その値が魂の賢者だなんて。六賢者の一人として奴ら戦うことになるなんてさこの借りはきっちり返させてもらうことにするよ。坊や、いや、時の勇者ブルーホース、あの時の約束の代わりにこのメダルをあげるよ。受け取りな。こんな生めかしい感じで喋らないの。なんかもっともうちょっとこうなんかね、ドスの効いた感じの声というか、わかんない、ナボールの声が果たしてどんなものなのかっていうのがわかんないからね。パッパッパーパーンパパ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 パ、魂のメダル入手だ。ナボールは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿って。あんたがこんないいとこになるって分かってりゃ、あの時の約束守ってやりたかったよ。これ超気になる。何だったんだろう約束って、マジで気になる。なんだろう、もうパフパフかな、もうパフパフだよね、もうパフパフでいいよね。勇者ブルーホースよ、ついに我ら六賢者復活した。魔王との対決の時が来たのじゃ。その前にお前を待ってる者に会うがよい。その者は時の神殿でお前を待っておる。ふわー、ババババーということで、時の神殿に行きたいところであるんですけれども、今回ですね、このパートで終了とさせていただきたいというふうに思います。いや、長いパートになりましたが、ちょっと一気に魂の神殿ね、まあちょっと面白かったしサクサクっともいったっていうところもあったんで、一気にやってしまいました。ということで、次回からですね、ガンモ豆腐ですね、おでんの具の一つをですねぶち倒しに行くためにですね、城に乗り込んでいきたいと思いますので、その前に時の神殿へ、なんだ、おお、ちょ、お前人が締めの挨拶してるときにダメージ食らしに来るんじゃないよ。ハートキャッチプリキュア、ありがとう。ということで、次回パートから最終シーン臨んでいきたいと思いますんで、ぜひお楽しみください。そのためのチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。